はい、今回は、えー、緊急小口資金と、まあ、総合支援資金とあとですね、まあ、自己破産する、まあ、日本国民について、えー、ちょっと思うことを、えー、お伝えしていきたいと思いますこれはですね結構あの何て言うのかなすごく大きな問題であり、まあえーまあ、つい最近これ話題になったんですが、まあ、言ってしまえばあの、まあ、ようやくすると、まあ、日本の国の機関に、えー 金銭的、経済的に困っている、えー、方がですね、えーまあ、お金を借りたんですね、ただ、えー、まあ、そのお金がまあ返せないと、そしてまあ自己破産するっていう、まあそういう、えーまあ、話なんですが、まあ、ようやくすると、まあそういうまあ短いものでもなくね、えー、いろいろていうか思うところがあるんで、えー、まあ、そのことについてまあ、ちょっとお伝えしていきます。ま <laughs> まあ、あのー、これが、まあ 問題というか、注目というか、話題になっているのは、まあ、2022年のまあ現在なんですが、えー、まあこれがです、ねえー、まあ出始めたというか、こういったまあ問題が起こり始めたのが、まあ、2021年のまあ可能性が高いんですね、あのー、今の岸田の時ではなく、その前の菅の時ですね。うん であのどう,どういうことかというと、皆さんも、えー、思うと思うんですが、国内がですねまあ、そはやり病とか、まあ、そういったものでですねまあ、混乱して、日本国民が、まあ、仕事もね、えー、まあ、うまく、仕事先、会社が倒産したりするっていうこともありましたし、まあ、日本国民が経済的に、えー、まあ、立ち行かなくなっていた人がまあ、多くいたんですよ。まあ 一定数か多くなのかっていうところですが、でまあ、言ってしまえば、そういうのっていうのは、言うなればね、えー、まあ、政治の、えー、ところでカバーする、政治の責任だと思うんですが、そのことをまあ、全くまあ見て見ぬふりをしていたっていうね、本当、あの菅っていうのはね、ね、えー、本当にこの国民のこの経済の問題に関して、何も、えー、手を差し伸べていなかったんじゃないかと僕は思うんですが、まあ、皆さんはどう思われるか分かりませんが、まあ、今のまあ、岸田も、えーまあ、謎なところがありますが、まあそれ それとまあ、同等かそれ以上に菅はですね、えー、まあ、その何て言うのかな 日本国民のその経済状況、まあその給付金とかそういったことにも、ね、ほとんど手を差し伸べなかった。で、そういったことから、例えば借金をした。まあ、これ借金なんですよ。言ってしまえば国から、まあ国の機関から金を借りるっていう借金。で、えー、借金をしました。で、その結果、そのお金が返せません。えー、自己破産、えー、する可能性のある国民が高いっていう、これ、えー、このまま行ったらね、本当にまあ国内の、あのー、なんていうのかな、混乱を招く、招きかねない、えー、そういったまあ大きな、これはまあ、 なんていうのかな、まあ、一大事になってるっていうことね。まあ、それを、えー、ちょっと考えていきます。まあ、あのー、<laughs> まあ僕の考えなんでね、まあ、いろいろ皆さんも思われるところがあるんで、まあ、一応ご参考までにしていただければと思うんで、僕は別に当たり前ですけど、そんな菅とか記者とか、もう自民党とか、<laughs> 国民のためを思ってることをしてるとは、政策を思ってるとは思わないんで、で、この、 あのまあ、ことの発端というのは、菅がですね、えーまああの、なんていうのかな、日本国民に対して、例えば給付金とかもそうですし、まあ、広い意味で言うと、まあ、経済支援を、えー、行わなかったっていうことが、僕はこれは大きな原因だと思うんですよ。まあ、今は岸田ですが、岸田もね、えーまああのまあ、皆さんも思ってるでしょうけど、やってることが、ねえーまあ、意味不明なんですけど、うん、あの <laughs> 外国人にね、留学生にお金を渡したりとか、ねあのまあ、なんだろう、ままるるまるにね、 えまあ多額のお金をまあ支援したりとかまあ裏側からえまあ言われてるのかわからないんですけどいやそういうことじゃなくてあの日本ですからここね日本国民が困ってるわけですからそれを助けないんですかっていう助けてもらえないんですかってそういった話なんですよ真剣にねでえまあこの1年前えまあ2021年菅の時にねえそそのの日本国民がえまあその 困窮してるわけですよねその <laughs> 流行病からあの例えば会社が潰れたり中小企業が潰れたりそういったことがあり今考えるとうん、まあ、本当あの大変今でもそうですけど大変だったと思うんですよでその時にですねこのまあ日本国民のまあ多くまあ一定数かながこの 国の機関に借金をしたんですよ。ですがっていうのはこの、ね、国民がこの経済的に困窮しているところに全くこの手を差し伸べることもなくね、まあ、ただただあの困っている国民をまあ見捨てたっていう切り捨てたっていうような。 話ですだから、は流行り病っていうのは、これはどうにもならないわけですよ、こういうのが来てね、例えば、そのマンボウとか、まあ、緊急事態宣言とか、そういうの言ってるのかしそ、そうなんか知りませんけど、だったら国民のあのねそのねそ経済的なまあケアとか、まあ、手を差し伸べろよっていう話なんですよ、でこのここれが、えー、この,この直接ではないんですよ、この流行り病が原因となって。 まあ仕事を失ったりしてね、あの生活に困った人っていうのがたくさんいるわけですよ。僕だって別にあの当たり前ですけど、全く余裕ではないですから、あのこの2021年とかね、今とかもそう,そうですけど、そういう人が多くいるんですよ。で、えー、その困って、経済的に困って、あの笑をもすがる思いでね、えー、このまあ利用したこの制度の可能性があるんですが、そこにですね、えー、まあ、大きな問題があったっていうことなんですよ。問題があったっていうか、まあ、まあ問題があったんですね。で、えー、まあ、 そのね、当たり前っていうのもひどい話ですが、まあ、借りたお金は返さないといけないっていう話なんですがそれがまたちょっと多分。 違う措置が取れるんじゃないかと思うんですが、最近だてこういったことが言われているんですね、こんなに自己破産などの通知が来たことがないと、こういう現実ですね、先ほど言いましたけど、2021年とかはやり病の時に、仕事をなくしたり、経済的、金銭的に困窮した日本国民が、この国の機関がやってるということで、そこから借金をしたんですが、 これ借金なんですよね別にくれてるわけじゃないんで、その国がね、そ,その方、僕たちに、まあ、あのー、国民にくれてるわけじゃないんですよ、これ借金なんで、で、あのー、ね、えー、借金をしたんで、そのそのお金を返さないといけないわけですよ、でそのお金を返す、まあ、編成が、えー、迫ってきたんですが、今もなおね、えー、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、まあ、経済状態が、えー、例えば、えー、く厳しかったりね、ね、まあ、いろんなことがあるじゃないですか、その海外のも問題から、あのー I <laughs> 日本国内の生活出、必需品の値段が高かったり、つまりあの日本国内において国民がです、ね、その金銭的、経済的に余裕が、えー、ないんですよ。でましてその、お金がまあなくて困ってて1年前にお金借りた人なんて、えー、厳しいわけですよ。返済なんてできるわけないじゃないかっていう話なんですよ。でそういった人たちが、えーまあ、この返済が差し迫ってきた時に、まに、あ、できない、まあ、自己破産ということを、まあえー、そういうのを、まあ、言,言ってきたっていう話。でそのの自己破産の件が で700件を超えたっていうことで、えーまあ、こんなに通知が過去に、まあ、来たことはないと、まあ、そういうことが言われてるんですよ。で、このまああのからくりっていうのがね、まあ、ひどいなと、えー、僕はちょっとあの思うことがあるんで、まあ、それをここからね、えー、ちょっとお伝ええー、していきます。えー、ここのの緊急小口資資金金と、まあ、総合支援いいうまあ、えー、いわゆるこの 国の機関がしている借金なんですけど、あのまあ、どういったことかというと、これご存知の方も多くいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、厚生労働省のまあ制度で、えー、まあその流行り病が、えー、で生活困窮した人に、ね、最大20万円を貸す緊急告示資金、あとです、ねえー、まあ最大60万円を貸す総合支援資金というのが、えー、あったんですよ、まあ、その厚生労働省がした。 でこれっていうのは、う、あ、た、のー、われてるものっていうか、出てるものっていうのは、生活の福祉とかって言ってるんですが、日本国民が借金してるんですよ。経済的に困ってる国民が、えー、その国の機関から20万円、あるいは60万円っていう、えー、お金を、えー、借りたんですよ。で、ここであのひどい話があるんですけど、あの困ってる日本国民に対してですね、さらに、えーまあ、別なのか、まあ、合計なのか、 ちょっと何な,何なのかっていうのもすらもうわけわかんないんですけど200万円のね、まあ、追加で、まあ、国が融資していたっていうことなんですよでこれって皆さんも思うと思うんですがあの非常にですねあのやり方が悪質なんですよねお金に困ってる人が、えー、ねその時にお金を貸してくれるって借りたって返せないって分かってるじゃないですか分かってるのにそういうことをしてたまああの可能性っていうかまあ疑いっていうかもう,もう意味不明っていう感じですよね、うんでこの あの緊急告知資金とか、まあ、総合支援資金といったところで、えー、お金を借りるっていう方たちていうのはあのまあ、ね、えー、金銭的に厳しい人でまあ、これはまあ、なんまああ嫌な言い方ですけど低所得層の方々ということを言われているんです。 者がですね、えー、お金に困っててお金を借りて返せないわけですいざお金を返すって言ったことだってどうやって返すのって話じゃないですかあのお金に余裕がないわけですから毎日の生活に追われたりねさっき言いましたけど今っていうのは生活必需品の値段が上がって生活がねえー、普通っていうかまあなんなんていうんですかで所得の人もまあ一般一般っていうのも失礼ですけど一般の人も高所得の人高所得の人はあれかもしれないですけど一般の人ですねだから多多くくのの国国民民ってていうことで総称して多くの国民が困 あるわけじゃないですかで、えー、ねその例えば仕事をなくした人も、えー、いるかもしれないんですよ。で、えー、まあとても厳しい状態。 う本当にあの生活していくのが厳しいえ状態に陥ってるえそこにですねこの借金の返済がえ差し迫ってくるわけですよだから国民がえギリギリの生活をしている中でえその生活費を賄うことすらそういったことすら難しいともえ取れるその中でですねえお金返せって言ってもま無理っていう話だと思うんですよで別にこれってのはあの当たり前ですけどねまあ,あのこういうねそなんていうの 流行り病から仕事をなくしたということなんで、まああの考える余地があると思うんですよね。あの例えば、うんなん、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないんですけど、うん、あの困ってしまって、えー、しかもそういうい自分ではどうでもできないことで、まあね、えー、その国の機関に金を借りるっていうことなんで、でそういった人が、えー、多くいたんですが、えー、その中でもやっぱり返せないっていう人がいて、自己破産が700件ということでね。うん、で、えー なんていうのかなこれってどういうことなのかっていう話なんですけどまあその策っていうのはね、まあ、返済の、まあ、免除をしろっていうふうに返済の免除をした方がいい返済の免除をすべきじゃないかと思うんですけど 皆さんもこれ、どう思われてるかなっていう話なんですが、当たり前なんですけど、日本国内に生きているまあ自国民ですよね、僕たち、日本国民が、えー、その生活することに困って、その流行り病から仕事をなくしたり、ねえー、そういったことから、えー、国にお金を借りたっていう、えー、ことだったら、えー、これっていうのはもちろん当たり前ですが、返済しないって言ってもあの普通にあるんです、返済しないっていうのは、あのなんていうのかな。 か返さないではなく、まあ、その国の機関の方から返さないでいいよと、えそういったえことがえ言われてもおかしくないんですよ、当たり前の話ですが、大きなこれ問題になってるんでね。で、えー、そのなんていうのかな 流行り病の時は、そのことばっかりに注目されるんですが、実はそのさっき僕がお伝えしたように、それが、えーまあ、きっかけとなって、原因となって、ですね例えば仕事をなくしたりとか、将来に、えー、例えば絶望したりとか、えー、そういった方がですね、えー、2021年、日本国内で自ら命を絶ったとっいうのも増えてるんですよ。で、そういった、まあ、状態の中において、またこのね、えー、借金の編成が迫ってきたとか、そういった自己破産が、えー、700件超えてるとか、こういったことであれば、 だね、その日本国民の、えー、自鳴自ら命を絶つ人が増える可能性もあるわけですよだからそういうのを考えて手を打ってよっていう話なんですよどう考えてもね、うん、別に一人がね、えー、何してるとかそういう話じゃないんでその日本国民の、まあ、全体のうちの、まあえー、一定数の方がこ困ってるわけじゃないですかしかしねいつも言ってるように、まあ、菅もそうですが菅岸田あるいはですね、えーまあ、その自民党政権ということは、えー、日本国民に、えー 手をを差し伸べる、えー、気配を見せませまん、えー、お,おそらく外国勢力が後ろにいて、ですね、まあ、その外国勢力の、まあ、日本は戦後からずっと間接支配、支配にあっているんで、言、えーまあ、うことを聞くんでしょうけど、いやそんなことを言ってたって、えー、日本人が困っているじゃないかという話なんですが、この間に挟まれたこういった政治家というのは、えー、日本人と、えー、外国勢力で外国勢力に尻尾の振りますから、もう本当にはどうしようもないなとあの思うんですけど、だこれっていうのは今、こういったあの状況になっているんでね。 もうまあ僕が思うことっていうのはもう本当にまあまあ単純と言ったら失礼んですが単純なんですよ、本当にこれ単純なんですよ、このようにあの経済的に困窮した日本国民に対して緊急小口資金20万円総合支援資金60万円のこれ返済の免除をすればいいんですよ、まあ、結構これ額はあの大きいんですけどこの, <laughs> この国の機関があの日本国民に、えー、貸し出しているその借金の総額が 1> 1兆億円ってことなんですよこれからもわかるんですけどものすごく多くのこれ国民が、えー、借りてるんですね。まああのー、これっていうのはまあちょっと複雑なんで今回言いませんけど個人が借りるそのまあ緊急告知資金と総合支援資金の他に中小企業もお金を借りてるんで、まあ、それも含まれてるんだと思うんですけどだからそのなんていうのかなその個人単位の借金ね。その 緊急告知金20万と総合支資金の60万の個人のっていうのはわからないんですけど、あのいくらっていうのははっきりとわからないんですが、それでもすごい大きい額だと思うんですよ。で、えー、ね皆さんもこれ思うと思うんですが、普通に考えてですよ、普通に。るまるにね、えー、100億円、えー、援助したとか、外国人留学生にね、えー 給付金10万円渡すすととかそんななこと言ってる場合じゃなないですよだってあの当たり前ですけど日本国っていう自国の中であの日本国民がし非常に困ってるわけですよ本当にもうあのどうなるかわからないって本当にあの、ね、それこそ生きるのにもあの厳しい状態に差し迫っている中においていわ,わば外国にばっかりそういうことをしてるんですよ外国のためになることばっかり考えてね日本国民のことは全く 考えないこの政治家もう本当にあの言葉が悪いですおかしいとしかまあ思えないですけどね、うん、外国とか外国人とか助けるんなら、日本人、日本国民を助けろよって話なんですが、えー、なぜそういうことをしないのかっていうと、いつも言ってますが、政治家はね、日本人とそっくりさんの、えー、外国勢力の手先、だからつまり外国の同胞なんですよ。僕たち日本人とは、えー、似てるけど別,別の人種ってことです。 で、えー、後ろにはそのアメリカっていうね、えー、アメリカの裏組織っていうのが戦後数十年単位でずっと、えー、支持してるんで,で完全にもうその日本っていうのはその,その,あの支配、えー、に入ってるんで傘下に入ってますからあの日本国民を、えー、あの助けない、助けることをしない。 本当にあのここまでねあの困ってるのに助けないとか本当にないですよ。でも言葉が悪いですけどそういった人間がね日本のその政治家の上層部にいたらあのもうどうにもならないですよ。日本国がね良くなるとかねいろんなことを言ったってならないですよ。だって国民が困ってその国民をあの見捨ててるわけですからね。うん、でそれっていうのはあのなんていううのののはあなんか まあ、皆さんの中ではそのことを思う方はいないと思いますし僕も全くそのことは思わないですけど <laughs> その、まあだろうね、経済的なことで、えー、言って例えばその、ね、低所得、普通、まあ、高所得者っていうのはあるのかもしれないんですが低所得者とか普通の人がです、ねえー、困っていると。 連続連続というか多く自己破産したりしたら、これ社会復帰もできなくなるんで、日本のこの経済っていうのは悪化していく一方なんですよ。だからもう当たり前ですけど、僕たち日本国民全員の問題なんですね。うん、だこれが例えばまあないですけど、1人とかだったらいいですよ。でもあののまあ、な,なんだろうその ねええー、その国の機関の人間が言ったこんなに自己破産などの通知が来たことはないと驚くぐらいの数です七700件でこれだけ来てるし、えー、言われないですけど水面下でそういった、えー、ことを考えたり、えーまあ、困ってる人っていのはいるんですよだから本当に、あのー、もう、まあ、なんていうのかな日本国内の、まあ、経済の崩壊っていうことが、えーまあ、懸念されるっていう話だからもう,もうね、まあ、僕らが思うことっていうのはまあ一つですがまあ みんな、まあ、みんなでしょうね、多くの人、多くの日本国民が、ね、こういったことで困ってる、経済的にね、その困ってる、そういう困ってることを、あの、くみ取ってくれる人が、まあ、日本の政治家にならないと、もう日本っていうのはあの、経済が崩壊して、えー、強いて言えば、その先、日本国民が生活ができなくなるっていう話、もう治安が悪くなったりね、そういったことがのなりますし、その自マル者が増えたりとか、かそういうあの、非常にこれ、今、追い詰められた、また時期に、だその、まあ、皆さんはどう思ってらっしゃるかわからないですけど、 日本というのはあの抱えている問題が非常に多いんですよね。でこれっていうのも、あの何ていうのかな、すごくこれ今、大きな問題が、えっ、ー、として上がってきてね、この緊急小口資金と総合支援資金、えー、がお金が返せず、自己破産する日本国民がね、えーまあ、なんていうのかな、うん、ものすごい数がいるっていうね。 うん、だからこういった問題をあの考えてくれる人が、えー、日本の政治をしてくれないともうだめだと思いますね。うん、本当にこれってうのはまずいなと思ったんで、まあ、皆さんもこの、えーまあ、話題っていうか、このニュースを見た方がいらっしゃると思うんですが、まあ、僕の,あの考えを最後にねあのもう一回お伝えしますと、えー、緊急告知資金と総合支援資金の返済免除、えー、返さないでいいよって、20万、60万、あるいは分からないですけど、200万とかも返さないでいいよって、うん、そういうふうにしていかないと無理じゃないですか。うん、だからその 内訳いくらっていうのが分からないですけどだってそのね外国に、ね、100億円渡したりとか、うん、だからあのまあこの,あのニュースを聞いて思いましたけど。 そのね、外国に送る100億円があったり、まあ、その何支援金っていうんだったらそういうんだったらあの日本国内で困ってるこ,のこういった人たちですよねあの、日本の国の機関にお金を借りて、えー、自己破産をあの申し出るような人とかで、まあ、数字に、まあ、出ない人とかを、えー、なんとか助けてあげられることはできないのかって、うん、まずは、えー、国内にいる僕たち同じ、ねまあ、同胞である日本国民が、えー、生き延びられなかったらそ外国のことなんて、ね、の二の次 3の次だと思いますけどね、うん、っていうのがまあ僕の考えなんで、えー、まあちょっとまあリスナーさんの何かの参考にしていただければと思います。ということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。えー、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。えー、失礼いたします。